こんばんは、仙道です。本日も FIFA23 の日本人縛り監督キャリア、日本人だけで欧州を席巻する企画やっていきます。はい、本日はプレミアリーグのサウサンプトン戦やっていきます。まずは試合行く前に順位表を確認しておきます。はい、こちらプレミアの順位表です。我々日清ゲッパーズは現在4位です。我々は開幕2戦で1勝1分けとね、まずまずのスタートは切れたので、まあ好調を維持してね、本日も勝利狙いたいところです。はい、そして対戦相手のサウサンプトンは現在13位です。まあ順位的にも勝ちたい相手っすね。じゃあ試合行く前に、先日ね、皆さんにチームに加えてほしいね3選手を投票していただきました。そのね投票結果を発表したいと思います。本日からね、その3選手を加えた完全体のね日清ゲッパーズとして戦っていきます。それでは発表いたします。第1位、森田秀政。やっほー。第2位、南野拓実。やっほー。第3位、上田。綾瀬。やっほー。以上。はい、というわけで森田、南の上田のね3選手をチームに加えたいと思います。ちなみに3位争いに関してはマジで接戦でした。一応他の選手の投票結果はこちらになります。1票差の戦い制して上田がチーム入り果たしました。それではサウサンプトン戦いきます。はい、まずはスタメン発表です。キーパー中村、ディフェンスライン右から菅原、板倉、富安、伊藤、ダブルボランチに遠藤と森田、2列目右から伊藤、南の三笘、ワントップ上田です。投票を制したね3選手全員スタメン入りです。はい、サウサンプトンのスタメンこちらです。ボランチにオックスレイドいますね。それでは試合いきます。プレミアリーグ見るなら仙道。よいしょ、スタート。さあ左サイド、薫、匠が早速ボールもらって、ちょっと試合感は心配ですけどね。彼らの一回先制のパンチ行きたかったけど、ちょっとあっさり止められてしまった。試合ここ1ヶ月くらい多分出てなかったから、そこのね試合感が非常に心配ではあります。秀政法、うん、ちょっと浮いてるね。どもえどもえどもえ、悪くないよ、全然ボール持ててるからね。まあスタートとしては悪くないと。さあ秀政ナイス勝ったよ今の。ここ左サイド持っていって、秀政顔出しいいね。いやマジか、オックスレイドにもボール取られるか、まずいよ。ワントップオヌアチだからな、でけえんだよな。ここはでもしっかり右サイド深くまで行かれたけど、ナイスディフェンス。カオル勝負。いいね、いいね、いいね。一回綾瀬に託して、カオル、押さえな、押さえない。行ったな、これは。ちぎるわ。待って、意外とちぎれねえ。ちぎれなかったから臨機応変。うまい、うまい、うまい、うまい。うまくね、今の。ロールでかわして、鮮やかな右足行ったね。ナイス。すげえ、膝すら短かったな、今。ここちぎれなかったんでロール、いいね。シュート、うんま、気持ち、北島で、ここが膝すら短いんだよな今の。刹那の膝すらだったからね。 1-0。 サウサンさん左サイド深くえぐられて、まあただしっかり対応したい、しっかり対応して、ナイス。今のスライディングはうまい。竹広から一回サイド行って、カオルじゃん、綾瀬、匠走ってきた。マジか、ここボール奪われる。オックスレイドのなんかディフェンス力が、そこまでディフェンス力秀でてるか、あいつ。やるよ、ここ秀政じゃん。で、縦。いや、マジか、ここパス通せない。ちょっと試合感がな。あのスタメン画面でもあれだったろ、なんか怒りマークみたいな出てたべ、多分。なんかその多分試合出てないから
士気下がってんすよ彼らの3人、今日スタメン出場させてる3人の士気下がってるから、能力もね、能力も若干低くなってるっていう感じなんで、まあちょっと冷静にね、シンプルに戦っていきたいところ、あまり難しいプレーせずにね戦っていきたいね。渡るから1回サイドで、ここ秀政いいんじゃない、で匠もう1個純也、どうする、匠いいんじゃない、アウトサイド、おいナイス、匠いいよ、これ切れてるか、普通に普通にキレあるぞ匠、いいね、今大丈夫、芝より外行ってない、膝ビリビリに破れなかったか今、大丈夫か、なんか赤土の全仏オープンみたいなとこ入ってなかったか、ないっすよ、あでもこれ赤い芝生か、今下にもあったよね、いや匠のアウトサイド素敵だね、ないっすよ、ここ全仏オープンじゃないね、芝深い、いやでも全仏オープンか、じゃあ地形な、さすがに匠の近さきつかったな今、さすがにモブ側じゃなくてもきついんだな、あの近さは、頼むよディフェンスしっかりね、かなり 2-0 という入りは最高なスタートしてるね、ディフェンスもまあ安定してんじゃない今日は、まあ普通にクリーンシート狙える展開かもしんないね今日は、やろうぜやろうぜ、まあ、ディフェンスラインに関してはいつもと一緒なんで、うん、いいねいいね、素晴らしいね。で、ここ香織じゃん、綾瀬走ってるんでシンプルに使ってみようか。みんな中来いよ。秀政来た。あ、もう一個。いや、マジか、ここ通らねえか。ここはまあ短く繋ぐじゃん。で、純也から縦パス。いいんじゃない?素晴らしいパス、綾瀬。イキリループ、オッケー、うめえうめえうめえ、今のループはうめえ、カオルいいよ、今日カオルシュート半端ないね、1点目も今のゴールも、ここ綾瀬のパスいいんじゃない、綾瀬こんなパスうまかったか、ループうまい、このシュート今のはすげえ、パスもシュートも技術出てたね、いいよ、カオル、ナイス。おい、3対0。サウサンさん、右サイド来た。やべ。トップ許すか?オッケーオッケー、ナイス。マジで今日いいぞ。圧勝、マジで、7対0くらい目指せるかもしんない、今日。ディフェンス集中。ナイス。もう、竹広で行っちゃって、右サイド。左サイドか?ウォード、やべ。危ない危ない危ない、びっくりした、入ったと思ったよ、オックスレイドのズドン、オッケーオッケーオッケー、ナイスよ、全然コウスケも反応できてるからね、まあ普通に決定機あっても止めてくれそうな気がするね、なんか左上ディアロ怪我って出てるわ、出してやろうかな、まあちょっと、うん、ごめん、いやマジかマジか、ごめんごめん、一回出すわこれで、サウサンさん上がってくるよ、ここはボール取れずで、許さない許さない、突破許さない、ナイス、強えぞ我々、完全体になってマジで強くなってるかもしんない、純也から一回逆サイで、カオル走っちゃっていいよ、でそこ出して、綾瀬も上がってきてるけど、そっ、おっとマジか、いやこのパス通らねえか、どうもいどうもいどうもい、意図してなかったんですけど、全然いいよ、ここ綾瀬に通る、いいよ、たくみ純也いいんじゃない、綾瀬、うーん、決めろよ、うまかったろ今の崩しは、で前半終了か、おい前半のスタッツこちらです、サウサンさんに何もやらせてねえよ今んとこ、まあ後半もこのペースでいこうぜ、アイコンスタート、サウサンさん左サイド来てるよ、サウサンさんって言いづれえなっていうか、ずっと言いづらくて OK。純也ナイスかってよ。たくみちょっと右の方流させてちぎっちゃおうかな、これは。ライン高かったもんね。しょうがないね。うん、ズドン。おい、なんで決めねえの?さっきから。あ、で、そういえばさ、背番号10番の選手、誰がいいか、ちょっと投票で決めようと思うんで、コメントの方にね、10番誰がいいか、コメントお願いします。で、一番コメント数多かった選手を、10番にね、したいと思います。
なんでコメントよろしくお願いします。ちょっとまあ期限とかまあ そんなかっちり決めなくていいかな。まあそこはちょっとラフな感じでいきます。頼むよ。純也からあのシンジがね、シンジが今シーズンいないんで、ファールない、今のないか。シンジが今シーズンいないんで現状10番が不在なんですよね。まあリアルの日本代表と全く同じ状況っすね。竹房が自分は10背負うのかなと思ってたけど、意外と10番フリーって感じにしたんですね今回。さあとりあえずカオルから、いいよ、縦パス当てて綾瀬に回っててカオルに行って、いいんじゃないこれ。左でズドン、マジか、ちょっと力み、力竹内。サウサンさん上がってくるよ。ここはカットして、カオルちょっと中目にポジション取らせて、使う、あ、痩せか、一発無理か。どうお前、ちょっとつなぎ意識しすぎか。もうちょっとエゴ出してもいいかもな。落としてくれ。え、マジか、落とせてんのそれ。言うん、あ、痩せが9番見せてたけどな、今。純也、いいね。いいよ。エゴいいよ。サウサンさん上がってくるよ。オックスレイドから、左サイド来た。やべ。ちょっとクリーンシート行きたいから、クリアする。マジか、ファール。ないの？頼む、コウスケ、あぶね。オフサイドもねえか、今の。はい、男の4枚替え行きます。ちょっと今日からチームに加入した3選手は、あの、試合感ちょっとなくて、スタミナ結構厳しそうだったんで、全員変えました。頼むよ、クリアしたい。ミヤで合わせられたけど、コウスケキャッチ。サウサンさん来るよ。左サイド。まあ、コウスケしながらユッキーナがプレッシャーかけたけど、ちょっと、なんかボール奪いきれない。まずい。危ね。まあ、全然いいんじゃない？全然ナイスディフェンスだよ。今日が一回合ってる。もう一回落とす。誰に出した？第一に出して。右サイド、純也。京子来た。これは確実に行く。やっぱ男だな、京子。この決定機確実に決めんだよな、やっぱり。いいよ。まあ流れるようなカウンターか。いや、ここ、翔也のパスおしゃれだったね。すげえヒールで落として。で、ズドンと右足。はい、京子ナイス。はい、4対0。サウサンさん来るよ。まあでも脅威が本当にないね。全然決定機許して、ま、ないもんな、今日は。全然マジで、普通にクリーンシート余裕だわ、これ。クリーンシート今日逆にいけなかったら驚くわ。うん。で、これ決められなかったらビビるけどね。マジか！ビビってる！めっちゃビビってる！アンビリバボー。まあセットプレイ決めちゃっていいよ。竹色？合わず、戻して、緑いっちゃっていいよ、レオ。うん、どまい。サウサンプトンさん、意地見せてこなそうだね。翔也が来た。まあ、これ決めなかったらビビるわ、さすがに。さすがにビビる。もうこんな決めても嬉しくないもんな。もう全然嬉しく、シュー。まあ、こんなゴールな、決めたところでね、スペースありすぎるもんね。うん。はい、選手権います。伊藤純也アウトで町田幸樹入ります。まあ、さすがにクリーンシート硬いっしょ。まあ、これ失点したらビビるもんね、こっから。まあ、余裕で守り切ろうぜ。オッケー。ロスタイム何分あんだろう。大丈夫か？パスミスあって。まあ、普通にやれば守り切れるよね。余裕。枚数がいるな、最終ライン。やろうぜ。ロスタイム3分ね。オッケー。ナイス。これが完全体の我々よね。はい、試合のスタッツこちらです。まあ今日は文句ないっすね。はい、選手の評価こちらです。まあ今回からね、チーム合流した3選手ね、しっかり活躍してくれましたね。はい、プレミアの順位評価こちらです。我々現在首位っすね。得点も2桁いったね。失点も3はかなり少ないよ。
9位から16位こちらです。17位こちらです。はい、続いて今後の日程です。8月の日程は本日で終了です。で、9月に行きまして、次回がプレミアのワトフォード戦っすね。そしてその後はチャンピオンズリーグね、いよいよ始まります。グループの組み合わせね、発表されたみたいなんで確認しておきます。はい、チャンピオンズリーグの組み合わせこちらになります。我々はユベントス、フランクフルト、ディ・ザグレブと同じグループです。まあ決勝 T 進出は全然現実的に狙える組ですよね。じゃあ他のグループも確認しておきましょうか。グループ A がこちら、アトレティコ・ドルトムント。グループ B がこんな感じ。はい、続いてグループ C がこちらっすね。はい、グループ D がこちらになります。ちゃんと見たい方はね、一時停止してください。グループ E がこちらになります。グループ F がこちらっすね。続いてグループ G がこちら、我々っすね。で、グループ H がこちらと。まあ、チャンピオンズリーグの初戦は次の動画になると思いますね。それでは本日はここまでにします。チャンネル登録とか高評価とかコメントとかぜひお願いいたします。それでは。ありがとうございました。失礼いたします。